予報と違うじゃねえか。え、なんか、どこで刺さる。予報と違う。いいじゃない、あと調整しといて。風に収まるのいつよ。収まるか、うん、そこだ、そこっちで合わせないと。合わせた瞬間、それピーピーね、擦れてて合わせたら一瞬で切れるからな。大丈夫だよ。ぶっこ抜け、止まんなよ。止まんなよ。から受け取るけ、そのラインか、そこやべえ、そこやばい、そこやばいライン取ってきたな。大丈夫か今の。あ、やばい。ピー切れそうだぞ。ピー切れるぞこれ。でかナイス。おじいちゃんゾウに対応してねえぞこれ。ナイス。ちょっとさ、今すっちゃったこれ。ピーどっか思いっきりすったよ。でけえな。これも40か。こいつの方がでけえんだけど。うん、ちょ、自分で取れよ。でけえな。そう。40なんだよ。おお、42かな。40ぴったりじゃねえの。40、あ、待ってよ、あ、40か、ジャスト40かな。横はこいつでけえ。うん、横幅あるね、すげえじゃん。もうこれ2枚だけでもう今日いいんだけど。あ、41だ。 41? ナイス。お、コマセネット仕掛け食ってきたね。結局ちょい投げで釣れてんじゃんこれ。あ、そこだね。黒、あのサイズの黒はね、餌でかく見せた方がいいから。あ、ついてるかも。ついてねえかな。遠投したらすぐついたってことか。なん？ロケットやる。レーダー、ああいいじゃんいいじゃん。うん、あれ
あれ。おいいじゃん、またね。もう一本巻かない今。生磯めっちゃこれの合いがけいいかもな。合いがけ。クロガシ、あのホッケ釣れてたって聞きましたけど。あ、そう。今日は朝来るのに狙ってきたんだよね。あ、ホッケ釣れてました。いや、ナムギ。ナムギ。やっぱ今このホッケだ。あそこがやっぱ釣れてますよね。うん。まだ夕日の方が。お。およくね、はい、これもう息子ちっちゃい時に買ってあげたね、もうボロボロのちっちゃくなった竿。いつも見ててもやいさんより釣ってるよ。そう、僕より釣りますしかもこの竿が釣るんですよ、このあ、砂あー、こっち砂なんだな。砂でもでかいもん、大きいわ。いいサイズだ。じゃあ、どこ。いやいや、ありがとうございます。え、黒頭じゃない？あ、川ガレーだ。結構でかいですね。おお、ついてんじゃん。このルート大丈夫か？そこ厳しくない？砂だ。唐揚げ砂だな。あ、唐揚げでできるじゃん。うん。なってる？なんか乗った？砂。ただの次第じゃない。今ちょっと気を引いてってみようか。乗った？軽い？あ、乗ってる。なんだ？ちっちゃい砂？砂？あー、でも唐揚げサイズの砂だね。うちらは砂で。カレーなら食わしとけ。乗った？乗った。乗った？お、めっちゃ好きだ。最初にめっちゃ効いて。ほんと。ホッケか？ホッケかな？あ、ホッケか。うわ。あ、違う、カレーだ。そこだな。ほん、もう一本。あ、そう、いい、抜き上げろ。うん。で、今度こっち、こっち、こっち。あ、これ。
え、うん、いいんだ、クロスしてて、こっちから、クロスしたの、こっちから、いいよいいよ、もっともっと、え、うん、重すぎるよ、なんか、よいしょ、上げていい？あ、抜けたかな？抜けたっぽいかな？ちょっと待ってよ。けど、多分若干下がると思うんですよね。はい。だからまあ前と違って下がるんだけど、為替は。あ、全然悪くはないですね。はい。あ、なるほど、なるほど。お、線乗ってるかも。あ、乗ってる。まあ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 、あ、軽くなった。あれ、軽くなったぞ。あ、な、大きくないけどついてる。砂だ、砂。砂。